はい、皆さんこんにちは、のべです。信長の野望大使やっていきますでしょう。さあ、前回はかつて婚姻関係を結んでいた徳川家と決着をつけることができました。で、現在私たちの領土は東海の方まで進出しますね。いやー、徳川家はね強かったけど、なんとか私たちの配下に加わってくれて、めちゃめちゃ心強い仲間ができました。さあ、こっからはどんどん上洛へ向けて頑張っていきましょう。よーし、やっていきます。はい、表情でございます。表情、次は新しい方策提案、うん、で、まずはそうね、わ、たくさんあるな。あ、これ欲しいな。有機子深淵ハット、これは商業提案力を上昇させるやつで、刀狩りも欲しいから、じゃあとりあえず論議と農業、はい、ピッカーはなし。じゃあ伊達政宗、直江兼続、そして吉明おじさん、はい、これにて表情を。さあ、まずはじゃあ有機子深ハット、はい、で次は、あ、聖域馬取れない、よしよし、これで私たちめっちゃ強化されるはず。で、あとは越後流軍学、これは家臣の成長速度を上昇大、素晴らしい。で、農兵と足軽の死亡低下中、オッケー、素晴らしい。で、あとは鉄砲もちょっと足りないからな。いや、とりあえずまあ取っておこうか。はい、職人鉱山配備で鉱山が鉄砲を獲得する、はい、素晴らしいね、オッケー、ゲッチ。さあ、ではこっから上洛をするには、この清掃だけを倒さないといけない。でも、このまま倒していくと橋場家、そして長宗我部家とね隣り合ってしまうから、とりあえずじゃあ長宗我部家と仲良くなっておこう。はい、じゃあお願いします。さあ、沢田正幸お願いしますね。かしこまった。で、次はじゃあ清掃だけが心中してくれればいいんだけどな、ちょっと揉めそうだから、とりあえず準検所とかはしっかり育てておこう。はい、じゃあ次はこれにしようか。はい、さあ、これでとりあえず様子を見ましょう。さあ、では始めてから5ヶ月か6ヶ月ぐらい経ったね。で、あれから清掃だけに神前は仕掛けてるんだけど、結局向こうは敵対したままだな。で、長宗我部家とも離れちゃったから神前が続けられなくなっちゃったので、さあ、ではじゃあこの辺で清掃だけに挑んでいきましょう。さあ、行きましょう。はいよ。我が道を阻む者、ねぎりに。さあ、信長の息子など一息蹴散らしてくれるわ。己地下で我らをねじ伏せんというのか。くじきやせんぞ、我こそは織田の静着なり。ああ、言うね。ああ、で、長宗我部と敵対になっちゃった。で、武田家、味方、南部家味方で、他のみんなもありがとう。さあ、みんなで清掃だけを狙っていこう。さあ、ではまずはじゃあこっち行きましょうか。こっち7万3000か、そんなにいらねえな。とりあえず戦場上限はかなり有利だから、ちなみに柴田家援軍ちょうだい。こうあ、で、めっちゃお買い得に兵を貸してくれる、ありがとう。さあ、ではじゃあこっちから行きましょうか。まずはね、さあ、これで37100、よし、これなら信勝も戦ってくれる。さあ、行きましょう。で、次はじゃあこっちも攻めていきましょうか。61000、こんなにいらんな。ちなみに戦場上限は、あー、全然狭いな。じゃあってなると、この辺ちょっとな、結構レベルの高い準検証があるから、こっちとかどうよ。こっちはかなり有利に戦えるね。じゃあまず兵数ちょっと減らして、こんぐらいで、うん、でも全然戦えるでしょ。オッケー、進め。さあ、で、次はじゃあこっちは4万5000か、そんなにいらんな。じゃあこっち、ちょっと兵を減らそう。さあ、ここで35300。さあ、行ってみましょうかね。さあ、まずは3部隊で信勝の部隊を攻める。さあ、まずはどこが戦いになる。ここだ。シキナさんと我らの勝ちはいきません。まあ、と言いつつやっておきましょうか。とりあえず向こうの部隊を殲滅させよう。はい、郡上八幡の戦い、最上義明 VS 蟹才蔵、うん、はい、じゃあやっていきましょう。さあ、オッケー、楽勝でございました。オッケーオッケー、やりたい前。さあ、ここで部隊を殲滅させたことで攻めやすくはなるでしょうか。まあ、もう清掃だけは敵じゃないよね。さあ、で、こっから秀吉をどう引きずり出すかどうだよね。さあ、で、捕獲したのはこの2人、オッケー。
さあで、はい、逃がす。片付けない。さあで、ぐちゃぐちゃ。オッケー、落とした、ナイス。殺しろ。オッケー。もらい受けるぞ。で、はい、逃がした、上位将。さあ、これで秀吉様と領土が接したね。もしかしたら戦いになるかもしれない。いざ参ろう。さあ、では行きましょう。こっちやな。はい。我に続け。さあ、望むところ。で、向こうの兵が引いた。さあ、で、秀吉でございます。で、私たちの被害は、うん、なんともなし。オッケー、素晴らしい。報告いたします。さあ、これで、はい、表情。さあ、表情。今度何取るかだよな。結構ね、もうだいぶポイントもカツカツだから。じゃあ、とりあえず、論議と商業。はい。論議と商業ね。はい。ピッカーナイス。本田正信。あ、正信来た。で、次は、じゃあ、正宗、そして、じゃあ、ここは、徳川家康を採用しよう。これにて、表情を、はい。さあ、で、次は、じゃあ、そろそろ、鉄砲流通とかね、こういう、買って買うっていうのもいいよね。さあ、で、じゃあ、軍馬流通も、はい。で、こっから、あー、刀が取れなかったか、しまった。ってなると、うん、まあ、こんなもんでいいでしょう。はい。ご命令を。さあ、まずは清須で頑張っていきましょうか。で、もう一部隊出せるかな。12,800、いいね。出陣だ。さあ、行くぞ。はいよ。さあ、で、岐阜城到着。岐阜城は、強行14日か。よし、いいでしょう。はい。さあ、で、長島城到着。さあ、時を同じくして。ここは、じゃあ、方位88日か。で、交渉もできるね。じゃあ、やっていきましょう。はい。さあさあ、しばらく待ちましょう。はいよ。さあ、まずは、清掃だけより交渉の申し出。講和。軍馬22,600。うわー、軍馬か。これは欲しいかもしれんな。そうねそうな。まあ、金はあるしな。まあ、拒否。はい。さあ、で、オッケー。さあ、で、牛女、オッケー。ナイス。さあ、で、とりあえず。はい。いやー、軍馬22,600はちょっと引かれたな。さあ、こっち。はい。出陣するぞ。さあ、どんどん攻めるぞ。はい。で、松ヶ島城到着。松ヶ島城は、方位74日。はい。さあ、で、向こうはもう兵を出すことができないか。まあ、そんなことはなさそうだけど。はい。大垣城到着。大垣は、強行17。早いな。すげえ。で、どう今。どんな感じ。さあ、どんな感じか見せてごらん。さあ、で、橋場家の増田長森と申します。ああ、どうも、こんにちは。神前の奏者として、両家の交わりを。まあ、いいでしょう。はい、とりあえず。そうか、向こうは私たちと仲良くしたいのか。で、橋場家と通称を結べる間柄になった。はい。ってなると、どうしような。やばいな。ゲッチ。もしかして、橋場家じゃなくて、長坂部家と揉めるかもしんないね。さあ、清掃だけでね、頑張っていきましょう。さあ、まずは、鳥羽城到着。鳥羽は、強行31日ね。はい、オッケー。さあ、行きましょう。で、大垣城落としたね。オッケーオッケー。で、6人捕まえた。はい。さあ、いいでしょう。片付け。さあ、で、お次は、じゃあ、最上義明はこのまま、西の方へ行こう。はい、こっちね。はい。我に続け。さあ、で、もしかしたら同盟結べる？あー、それはまだ無理か。まあ、仕方がない。とりあえず、向こうは私と仲良くしたいと思ってるから、うん。それを信じよう。強豪64日。はい。さあ、引き続き攻めていきましょう。行くぞ。で、鳥羽城落としたね。早いね。すごいな。で、この二人を捕獲で、あー、釘さんがいるんだ。釘さんを逃がしてあげよう。あなたは非常に優秀な方だ。では、こっち。はい。さあ、で、戦いになるかもしれない。まあ、とりあえず戦っておこう。で、伊達政宗、そろそろ交渉やってみようか。はい。行きましょう。なんと、今すぐ話をしたいと思うと、ああ、いいよいいよ。向こうも待ちわびてたんでしょうね。はい。私は伊達家の徳川家康。伊達家の徳川家康です。清須織田家当主、織田信勝です。さあ、で、まずはじゃあ、任意投降。はい。おーし、オッケー、ナイス。さすが。さあ、で、じゃあ、伊達政宗は、じゃあ、こっち行きましょうか。はい。遅れる者は。さあ、落とすぞ。さあ、みんな集え。
で、アノズ城到着。アノズは、方位103日からで、また交渉できる。いいね。じゃあ、いや、まだ交渉やめと。うん、やめようやめよう。はい。さあ、どうだどうだ。で、この羽柴秀吉、これより慣例を名乗る、意を唱える者には刃を持ってお答えしよう。慣例か。私の優勝を得ずに。で、戦場は狭く、大丈夫でしょ。ほらちょっと逃げるよね。はい、オッケー。で、霧山腰落とした。ナイス。さあ、で、次はこっち。さあ、そのままトンボ返りでこっちね。はい。進め。最後で。ちょっと待って、今、舞台が発進してしまったかもしれない。はい、表情一回確認しよう。かような策で、玉川上水。審議提案。はい。で、次は、じゃあ、軍事と商業かな。はい。ピッカーはなし。伊達政宗、徳川康、そしてこの方は大道寺正成。たまに出てくるな、この人。じゃあとりあえず、はい、提案しておこう。これにて表情を。さあ、でこれで刀狩り取れるね。はい。さあ、これで一気発生率が低下中。うん、素晴らしい。でもうすぐ兵糧が入るから、そうやな、兵糧が入る方策を取ろう。これ安藤も増す、安藤増すか。あとはじゃあ純粋足からも取っておきましょう。はい、オッケー。ご命令を。さあ、で、あーとしまった。これ間違い間違い。騎乗させます。その矢沢さんが向かうってことね。はい、さあ再び攻めていきましょうか。はい、お願いします。さあ、で、松ヶ島城落としたね。オッケー、お疲れお疲れ。さあ、では、はい、じゃあ騎乗させます。さあ、お疲れ様でした。さあ、サクサクっといこう。さあ、なんとか兵糧が入るまでには、ここを落としたい。方位35日か。で、交渉もできる。じゃあやっておこう。はい、お願いします。さあ、で、行こう。で、確か、伊達政宗のとこも、今、交渉できるよね。はい、じゃあやっておこう。はい、お願いします。さあ、どうなる？で、亀山城落としたか。はい、いいでしょ。お疲れ。さあ、で、あ、めっちゃ投降してきてる。いいぞ、いいぞ。さあ、さあ、清掃だけが沈んでいくぜ。はい。さあ、で、相手方の準備整った。はい、お願いします。さあ、で、ここはじゃあ、任意投稿。はい。ダメか。じゃあ、上司投稿。はい。あー、ダメなのね。わかった。で、次は伊達政宗だね。はい。頑張って。さあ、で、またこの二人階段してる。じゃあ、はい。任意投稿。はい。オッケーここは急ぎ多いね。素晴らしい。お疲れ様でした。はい、じゃあ、起動します。さあ、頑張ってね。さあ、で、石川数正が亡くなったか、そうか。報告いたします。さあ、もうすぐ落ちるでしょう。まあ、これで。はい、オッケー。長野城落としたね。さあ、お疲れ様でした。はい、1593年8月、清宗だけは伊達家と滅ぼされました。オッケーです。さあ、そして捕獲したのは、あ、結構多いな。めちゃめちゃ多い。相当たくさんの勢力を吸収してたんだね。じゃあ、清掃だけ。はい。じゃあ、全部召し抱えます。オッケー、お疲れ。じゃあ、矢沢さん、お疲れ様でした。オッケー。ってなると、今、清掃だけじゃなくて、橋場家が、相当、長宗我部家に攻め入ってるな。ってなると、長宗我部家、戦線できんか。だから、秀吉様を相手するしかないのか。了解しました。じゃあ、とりあえず進めよう。さあ、この隙を突きたいな。はい、秋になって、神殿完了。あ、神殿完了しちゃったんだ。で、兵糧は43万入った。素晴らしい。オッケー、ナイス。でかした。さあ、もう1ヶ月ぐらい様子を見てみましょうか。で、こっち。あー、四国上陸したな。すげえな。あー、で、誰か亡くなっちゃった。死にとうない。報告いたします。さあ、で、1ヶ月くらい置いて、体制は整った。うん、はい、表情。さあ、で、新しい方策提案。うん、はい。さあ、で、自由交易が手に入った。ちょっとこれはいらんかな。じゃあ、とりあえず、軍事と農業。はい。ピッカーナイス。伊達政宗、徳川家康、じゃあ、ここは、じゃあ、まさゆき。はい。これにて表情を。さあ、まずは、そうね、そうね。ここはじゃあ、稲富流、砲術。鉄砲の射程増加。はい。
さあ、あとは、あとは。まあ、取れるもんって言ったら、まあ、じゃあ次は鉄砲貿易で、貿易庫が鉄砲を獲得。おお、素晴らしい。さあ、どんどん鉄砲を仕入れよう。まあ、こんな感じでいいかな。オッケー。ゲッチ。さあ、もう一ヶ月だけ様子見てみましょう。もうちょっと歩兵をしっかりやろう。さあ、で、しっかり兵が入り切ってから、その橋巻きを攻める。で、また誰か亡くなっちゃった。で、ああ、大地震が起きた。これはもうすごい被害だと思う。ってなると、毛利家、長宗我部家も結構やばいんじゃないか。で、武田家、神殿完了。オッケー。報告いたします。さあ、ってなると、これは攻め時なのかもしれない。こういう人のトラブルに乗じて攻めるやつ。最低。さあ、では準備していきましょうか。さあ、それではじゃあ、橋場家、宣戦していきましょうか。さあ、ついに、この太閤秀吉様と戦う時が来た。行くぞ！はい！我が道を阻む者、寝切りにする。さあ、出陣するぞ。秀吉など一息に蹴散らせてくれるわ。戦をつかぬがやむをえんか。皆の者、思い思いに手柄は立てよ。うん。さあ、で、武田家、ありがとう。で、南部家、ありがとう。で、柴田家もありがとう。で、橋場家に味方する勢力はなし。よーし、じゃあ、ってなると、いいね、やりやすいんじゃないでしょうか。さあ、じゃあ、今回はここまでしていきましょうか。はい、それでは、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしくチャンネル登録、高評価、お願いします。ルペンでした。さよならー。